も始まりました、プリマダンナのオンスト、プリマダンナの河野です。野村です。この放送は南波グランド花月1階イエスシアターサテライトスタジオから2階の公開の妄想でお送りします。今7日のルミネ座吉本である佐藤大地さん、新喜劇の佐藤大地郎企画その20グッドコマーシャルっていうお芝居の稽古を、イオンの木崎さんと野村の3人芝居でしょ。そう、連日やってて、もうね、聞いてて分かると思うんですけど、もうヒゲ伸びてね、ヒゲは分からんよ、音では声ね、声、喉が枯れてるなという印象はあるけど、まあ、ヒゲも伸びてるわ。この声でね、お察しの通り、そうやな、剃りたいんですけど、ヒゲ分からん。いや、ブルース前のお客さんはヒゲ濃いなって思ってると思う。伸ばさなあかん、伸ばさなあかんってことはないんですけど、芝居関係あのヒゲ、まあちょっと、あ、伸ばさなあかんの、伸ばさなあかんってことはないけど、まあちょっと予約のあれで、あ、なるほど。いや、もうしんどい、俺さ、で、うちのマネージャーがさ、もうバカやん、まあ、抜けてることが多いですね、正直。ほんまさ、変な休みめっちゃ作るくせに、芝居始まってからめっちゃ多いね。なんかね、仕事が重なったよ、ちょっとね。朝一、ほんまに9時入りとかね、ってなったら俺もう6時ぐらいに起きてとかってなるの。稽古がだいたい夜中1時、2時ぐらい終わるの。ほんでも別に稽古が終わったから寝れるじゃなくて、まあ、その間にしかできへん台本作ったりとかあるから、もうどうしよう思って、でもまた明日9時やし寝とかんって、いやでも逆にもうこの時間があれたら俺起きられへんなとか、もう合間のほうなら1時、小1時間でちょっと横なのかな、仮眠取るぐらいやな。そう、そんなんを繰り返してて、で昨日の晩夜2時ぐらいに終わって、結構2時過ぎにもう限界来てて、もう体も痛いし、眠気と、眠気もそうやし、もう酸欠で、もう太一郎企画のお芝居ってすごいから、熱量が100分のお芝居が流れるようにずーっと走っていく。3人だよな、ほんで出ずっぱりやな、俺は。そうなん、100分かずーっと叫んで、もうこんな声になって、もうあかんと思ってんけど、今日はあのミスターコントのユニットライブのね、新ネタのコントの台本を提出しないといけない記事で、今日の朝から作家は僕ら芸人からもらった台本でこういうコントしますって説明する会議があって、そこまで提出せなあかんと、意味終わって、でも飲みたいけど、もうこれ飲んだらまた余計起きられへん、酒も抜いて、んで兄貴に言って、おいなあ言うて、3時前には寝れたんかな、起きたら2時半や、結構寝たな、もう、あっ、え、11時間半寝てるやん、はっ、で締め切りやろ、もう締め切りのことはもうない、まるっきり忘れて、提出はしてないわけね。あの、もちろん角田に言ってて、作家にね、あの2時を超えて俺から連絡がなかったら、もうあの死んでると思ってくれ。いや、死んでるやん。じゃあ、じゃあ角田の中ではもう野村死んでるやん。で、任しといて。いや、でもほんまに死ぬように眠ってたやな。で、頭はすっきりしてる、だいぶ、あ、これで頭回るわ思うたけど、もう喉が全然戻らへんから、あの有名なあのマヌカハニーっていう蜂蜜、今始まる前に高島屋って腹立つぐらい高いね。高いらしいな、あれ。で、別にその甘党でもないから、喉のためや思ってスプーンこねくり回して行ってんぞ、出してやめるけど、もううわ、なんね、濃い、いや、めちゃくちゃ濃いよ。普段その甘いもん食わへんのに、蜂蜜原液で喉にいいんですよ、とにかく殺菌作用があって、はぁ、それでなってるのをずっと不思議そうに、ビスケットブラザーズの金が、それなんですか、え、それなんですかって言って、もう分からんもんね、一瞬の喉のあれやね、ボケッとして、いくらぐらいすんの。俺買うたやつ7000なんぼ、普通の瓶、大きさ的にも瓶、まあ、250g、 まあまあ持つけど、いや、もうほんまにアホらしいね。いや、まあそれは何も、喉を治すためような、普通にでも食べる人もおんの、それはね。だから外国では医療用の蜂蜜って言われてる。
まあ、でも喉のためやな。そうでも蜂蜜は蜂蜜だからお料理とか別にパン塗ってでも美味しいねんけど、うん、まあまあ、そういう濃い殺菌作用が強いってのみんな知ってるから、あまあ、お芝居やってはる人とかはよく買うっていう。で俺もなんか人からもらったりとかはあったけど、自分で飴とかもあるね、マヌカハニー入りの喉飴とか。飴とかはもうでもしょうもないと、もうとにかくちゃんと戻したいから、まあ、手振るたで蜂蜜に7000なんぼって高い高いわけわからへんもんな。他ないんかな。いやあるで、あるよ探しゃそれっぽいのは。違うけど、うん、マヌカハニーの効果も知ってるから、うん、もうここケチーまあまあなでもなっていう。それは本番前にな、喉カスカスやったら無理やしな、直しとかんと。本番帽子をかぶるんやけど、うん、ニット帽を、うん、もう劇場にね小道具で用意されてるのがもう汚いし臭いし、うん、俺もう劇場の服借りると基本かぶれんねん肌も、うんうん、だって歩いてないからそう、まあ、もうそれが嫌やから、うん、ニット帽も、うん、ナンバーパークス行ってね、あんなもう若い子の服や、うん、俺服なんか普段買わへんから、うん、もう帽子屋さんがもうまず嫌やねん。もうでも頭でかいから俺普段帽子かぶることなんかないから、あ入らへん。いやいちいち言わんで。そうや入らへん財布が女フリーのやつは。フリーの女と男の和田さんがかぶってるキャップが入った時俺ちょっと泣いたから俺が入るキャップあんねやって。いっぱい言ってたもんな、入らへんってなかなか。いやでニット帽はでも伸びるやん。だけどなんかそのさあ小町な兄ちゃんがかぶるさ薄い生地のなんかピタピタのやつ、あれかぶったらもう俺なんか怪我人のさあのリンゴをかぶしてるあれあるでしょあれみたいなんですよ。ガーで止めるやつな、うん、入院患者これはちょっとちゃうな思って。違うよ。店員さんもちょっと半笑いで、いやでもいいですけどねええわけあれへん思いながら。アニメがだいぶ荒いやろそれは。いやちゃうん、形としてそうちゃうんですよ多分これまあ言うたら衣装で、うん、衣装、うん、あの伝わるんだ芸人って一時説明するのもなはずいもんな。あの強盗っぽいのくださいいや怖がるよあじゃあまあそうまあそうかそうかこの人この後やるのかな思うやろ。シンプルな黒飲んでそんななんか今なんかなんでもそうやな。こうアウターでもあのあれマルセイの津田が着てるコートでも俺気になってしゃあないけど、うん、あえてブランドタグをめっちゃでっかくつける。あるあるなんなあれおしゃれ。あるあるある。おっちゃんらあんなわからへん。わからん俺もわからん。ごめんなさい。そのこのお嬢ちゃん2人もニット帽にこのペーンってなんかついてあるね。いるわ横ね。俺可愛らしいね。そう、うん、いや女の子がつけてるね可愛らしいよ。じゃあけどおっちゃんらかぶんのな。おっちゃんらってまだ20代やろお前。そんなんちょっとね困しすぎて。でその言うと一番これかなっていう帽子もでっかいワッペンついてて、ちょっとすいませんこれって取れますかね。5分少々お時間いただけたらわざわざ取ってもらってもういよいよ強盗やめっちゃ怖いやろな。極力忍べるように強盗っぽいのありますかって聞かれてワッペンまで取るやつもやるやんそんなやつ怖っありがとうございましたなんでそんな感じで言うねん声がマヌカハニー買う前やったから怖っ。こうてみて確かあるなあんなのでっかいワッペン。なんなんやろワッペンとかタグついてるね、うん、いるんかねあれは。おしゃれなのかな。あとあれもあのロンティのさ最近あの汗とかも着てるけどさ、うん、袖になんかもう英語いっぱい書いてるあれ俺らの学生の時めっちゃダサいとされてた、ね、そうやんなそうやで、ね、ここに文字書いてるってって思ってたやつ、ね、結構大きめのなそうでももう今当たり前になってるけどあんなさチャンピオンのトレーナーとかもな着るかねお前言ってたらみんな着てるなんなんそれおい何全くあれかっこいいんですか袖文字いまだにちょっと思うけどな風邪ひいてんかお前って思う寝巻きっぽいよな。高みとかも着てんの高みもよってる文字がなあどこの文字っていうのかなデスノートみたいな字ですわドイツ文字みたいなそう特殊なアルファベットをごちゃごちゃ書いてるそうあれダサいよな俺はちょっといやほんで絶対俺が着ていったらダサいって言われるやろ言われる絶対やめとけ俺はもう高1の時
中学から高1かけて俺地元アビコってねとこで、まあ、沖縄ってから行ったから全然愛はないんだけど、そのアビコってね、いや俺はもともと桑津っていうほんまいい下町で育った。そんな変わらないの位置的に。全然ちゃうよ。あ、そう。大阪市内中心やから。俺がもともと生まれ育った天王寺の隣町やから、まだちょっと風情があんのよ、うん、もうそっちアビコ何にもないで、うん、アビコの若者が買う服やってもしょうもない、もう今潰れてないね、うん、あって、うん、そう、もうほんまになんちゅうの、まあ、もうジーンズメイトとか あっち系のやつ、あるよあるよ、中学生にライトオンとか、ね、ライトオン、うん、中学生に絶大な信頼を得る。いや、めちゃくちゃ行ってた俺も。そのアビコ版の店があって、うん、もうそこでこの腕にそういうドイツ文字、うん、でも龍が踊り狂ってんのよあったな。で、ようわからん2桁の数字で、あー、あるわ、ある。もうあれがなんかかっこよかったよ。 あれを着てて高校入ってすぐや、学祭の時に普通に真っ赤な、うん、ドイツ文字、うん、龍、うん、69、うん、わーよう見るわ。誰もそんな来てんの、もう高校になったらさすがに。まあな、そうそうそう、ちょっとなんか、ね、で俺の高校っていろんな地域から来てるやつおったから、俺と一番仲良かった深田ってね、 NSC 一緒に入ったやつはもうヒップホップの B ボーイ上がりやから、ティンバーランド入ってめっちゃダボっとして、それこそチャンピオンじゃないけど、それシンプルなカーハートとかああいうのにダボっと来て、それがなんか女の子もかっこいいみたいな、パシパシして、まあその当時な、そう思ったら俺ピタピタに隠し上げたズボンにそのピタピタの赤い龍の T シャツ着てんのなんか泣きそうになってきて朝から行ってるやん、俺このまま5時までおらなかったと思ったら震えてきて帰られんからな途中で。そっからやな、ちょっとずつ時間がかけて、なんかで分からへん、なんかそれが今流行ってるからな。で当時の野村にな、お前は間違ってないって言いに来たよな。いや、あれは間違ってる。何年後かお前の時代来るぞっていうな。それ、俺がそれ一貫して続けてたらな間違ってなかったんやけど、俺はもう恥ずかしいと思ってやめない、降りたから。わからんな、なあ、買いに行くけど、ほんまにわからんもんな。で、店員さんに、やっぱ店員さん俺信用できへんねん、すいませんね。うわ、暴れる批判や。いや、それはお前、どっかのおばはんみたいなこと言うなよ、お前暴れる批判。いや、ってその職業差別や。してね、してね、してないで、職業差別じゃなくて。しょうもない。どっかのおばはん。しょうもない。いや、違う、それはしてるか分からへんねん。彼ね、その、ほんまに進めてくれてるっていう。いや、進めてないよ、お前は。なんか河野に対しては買うだろ、こいつっていう。そうそうそう、階層顔やもん、お前。なんかで、進めたら言うといたら階層顔。そうそうそう、それがな、で、わかんねえ、やっぱり人やから。なんかそのピンとこんへんで、なんで言われても、うん、持ってますって言ってもさ、売ろうとしてくれ。このタイプ持ってるんですよって言っても、うん、いや、でもね、これねみたいな。だから、多分そのアパレル服屋さんのマニュアルとかで多分いっぱいあるやん、接客業されてるから。こういうこと言われた時にはもうこういう応対しなさいとか、うん、多分あると思う、ね、うん、モンタージュみたいな写真、うん、この顔にピンときたら売りつけろみたいな、多分お前の顔やったちょうど今まで売った人の顔全部合わせたら、合わせたらもう俺の顔になる。顔やね、服改装顔、うん、ちょっとだけ肌の色ちゃうけどいろんな顔が混ざってるから。いや、俺買わへんから。でも意外とごめんね、それは。アパレル店員の皆さんごめんなさい。僕ほんま、まあ、ケチやし、だいぶ見るから。それはなんか V 回ししようか、俺らをおしゃれに。あ、めんどくさい。いやー、服な。もうだって俺あの子のコートもさ、いいや、いや、あの子は着てんのは可愛らしいと思うで、はい、どの3人やってるの？あの3人の右側のね、彼女大きいコート着てある。あ、ふわふわのね。だから俺らがあれ着たらもうお下がり感たらないやん。まあな、モーテ着てる感じでいるやん。いや、あれもおしゃれやから、おしゃれってなるけど。そう、似合うというかな。これはもうだから、無理で、これ言い出したら分かってもだから白い靴下もそうや。あんな俺らダサい言われて育ってきたで。そうやな、白履いたら女子が、うん、それこそ白い目でなんなんみたいなダッサーみたいな言われて。いや、言われて
水野とかな、あんなあるよ今でもスポーツ用品の白靴下履いたらごちゃごちゃ言われたのに、うん、まあ、平気で履くもんな、ね、だからもうダサいっていうのやめようっていうことよ。ダサくないから俺も。いやダサい、何がやねんな、ちょお前どっちやねんな、ダサい味方ちゃうの。いや何がおしゃれかわからない人が着るものによって変わってくんのやったら、じゃあ俺ももうダサないのよそれは。だから当たり障りないからそこでいいやん別に。いいよそれは。いや当たり障りないかな、なんやろな。だからそう、あ80点だねって言ってくれたら嬉しいわ。嬉しいかお前。いや全然80点でいいんですよ。いきなり出会い頭、初対面の人にうん80点だねって、そんなやつおらん、めちゃくちゃ気悪い。出会い頭の話してんよ、服のこと言うなで。いや80ってこれ普通でええやんか。ダサいって言われてもなんか欠点取ってる気すんねん、40以下な気がすんのよ。そう当たり障りないんやったらもう80やんそれは。ね、そうでしょ。誰に言ってんのか今分からんけど、誰に対して俺怒ってるとダサいって言われるのが嫌やねん。まあ俺はそうは思わんけどな。は前はだからその平均以上取っときたい人間ってことだよ。そう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 よ。俺は誰かの100点でありたいっていつも思ってる。何やろ急に行くわもう。さあ今日の音声メッセージのテーマですね、事前に募集しております。私の周りのファインプレー、私の周りのファインプレーです。メールアドレスは onst@esfm.jp、 onst@esfm.jp です。まだまだ受け付けてますのでぜひ送ってきてください。それでは今週も2時間、ミキのコースはこういうこと言われんから、ね、お付き合いください。さすがやわ。それでは今日の1曲目です。スキッパラに下げて、キョトムメリコーラ、テニコーラ、持ち乗り込んだ律儀に意識も飛ばして、レッツバーリラ、ダーリラ、ならおっしゃる通りだ、超デラックスにビートに乗るヒーロー、インターハウスなんでしょ、ウィーゴー。そういう私はこれから自宅に戻って一人で缶チューハイ飲みます。それがいい、煽らないでお願い、大体クラブもライブハウスも薄暗い臭い金もないしよ。例えばお前の言う遊びってそれ遊びか、飲んで酔って踊っての繰り返し、話してよ超借りたい。わざわざざわざわする必要もないでしょ、洗いざらいさらけ出しても塵に一つも出ないわ。この虚しさを楽しさと名付けてみても、気持ちはそのままにしてね。この虚しさを楽しさと名付けてみても、気持ちはそのままにしてね。レギンスとか幽霊中、どんなにこっちが疲れてようが容赦しないし汗かきすぎ、サブカロなんとかガンとか女子だのおかっぱ頭のキノコ野郎だの、学生のくせに勉強もせんとクラブ行くフェス行く打ち上げ行く。一方私バンドのボーカルやっとりますけど時間がねえわ、ロックのくせに遊びもせんとライブするちょっと寝るスタジオ行く、その後飲んでる缶チューハイが手の中でぐるぐるなんなんて、これを曲と呼ばずになんと呼ぶ、バカになりてえよたまには。長長とダラダラす必要もないでしょ、ほらほら働かなきゃ君やっていけないわ。もうやだ、この虚しさを楽しさと名付けてみても、気持ちはそのままにしてね。この虚しさを楽しさと名付けてみても、気持ちはそのまま。
間にはゲストの方が来てくれております、はい、野村君お願いします。スーツライブの井上貴則君と池田修也君です。お願いします。だから毎回本名で言うんええねん。井上とか白川のりと 4年ぐらいずっと続けてんの一人で。もう一人で楽しんどんねん。もうな、だからもう芸名やから貴則と修也魂。お前覚えてるかどうか知らんけど、こうもう毎回言うてんで。知らんて。お前知らんの。いや言うてるかな。これ修也魂や。修也君これ知ってて、貴則君って貴則でやってる。貴則でやってるよ。井上知ってるやつなんか誰もおらんじゃん。井上と池田じゃないねな。もう違う。違うよ。貴則だいぶ前から貴則と修也魂やってる。だいぶ前から。白子いなお前。池田秀平はな、ただ池の池田さんも、うん、そうそうそう、そうこれどうせダメやん。これ毎回やらんでええねん。これこれで毎回3、4分でなんか1回の明細間違えてな、うん、もうええねんだから。それ喋っとんねん。何回も池田さんの給料がでもええって言ったから入ってきてる、ね、俺もう秀平君何回言われたの。なんかその大勢でさ集まってる席で、うん、なんかみんなが集まる、まあ、写真撮ると結婚式ようあるやん、うん、で俺ボケっとしてることが多いから、うん、なんか飯に集中してたりとか、なんか携帯触ってて、うん、遅れる時にみんなが呼んでくれてるけど、うん、気づいてない時に主役の声だけ刺さんねん。あらむらお前白子やねんっていうのだけえってなって気づいてるやろ。言うてそうやな。いや相方やろ、分かる。白子い時あるやろ。白子い時それ白子いねん。それを言う。今もみんな写真撮るの分かってるやろ。お前白子い飯食うなお前。それを言うてる主演もイメージ湧くわ。言うてるわよ。言うてるわ。俺もどっちか分からんねんこいつが。白子いんか天然なんか社に構えてんのか。なんだ。この3つのうちのどれかはっきりせよこいつ。日本語好きやな。今の社に構えたかどっちやねん。天然なんか。天然やったらまだ可愛いで。天然なんやろでも。天然やねん。じゃああれ社に構え。どっちか。シャニ構えか。シャニ構え。白子。白子、お白子状態。もういや、食べ物やろ。いや、俺もツートライブのね、ファンのお姉さんの前であんまりこういう。いやいや、おらんねん。観光の人おらんねん。ほとんどプリマダウンなのか。ありがとうございます。お母さんも。ツートライブの方なんや。いや、ちゃうよ。全部プリマダンナやろ。客層買いはったよね。プリマダンナがドンキホーテのファンやろ。違う、ドンキホーテのファンってない。買い物のお客さんやね。そうそう、シェイク結婚。そうやな、結婚してどうなんその。お前まあでも住んでたんか一緒に。お前一緒に住んでたからな。そうやな。長かったのか。ん、長かった。まあそれ共に歩んできとったな。同棲期間聞いてんの。同棲期間聞いてんの。一つの空間共有しとったで。それ女と女と一つの空間共有しとったよ。住んどった方が早い。生きり出してるな。ほんまにほんまに四半世紀。え、だいぶやね。四半世紀はだいぶやね。16半世紀ぐらいは、そうやな、やっと。いや、そんなに。うん、そんぐらい。5年ぐらいな。仲はよく喧嘩もなく。喧嘩するよ、もう元々すんもん。おい、奥さん結構気強い。それ気強いよ、もうバチについちゃったら、うわー、いやいや。なんや、ええと思う。お前も白子いな。ある程度わかるやろ。何が白子い。俺その前は白子いって意味がちゃんと分かってない。そうやん、なんかもう変やねん、言葉。しらじらしい。しらじらしい。うん。分かってるやろ、お前。そうそうそう。じゃあみんな写真撮るで、言うたら野村なんかこう。なんかパスタ巻いとんねん。何パスタ巻いとんねん、お前。今。それはみんなピース、そう、みんなピース、そう、みんなピースしてんのに、こいつだけフォークでも、お前。こいつだけフォークしてる。ええわ、ええわ。ええわ。だからこう、聞いてんねん。多分俺の予想では照れとんねん。そう、写真をみんなで撮るのに。それで最後まで撮らへんねんってええで。行くやん、俺別に。全員で撮る時やろ、だってそれは。そやで。じゃあ行くやん。でも刺さるっていうことは、それまでにも、あ、俺そういうことになってるわ、あ、周平言ってきたということやん。周平君の言葉が聞こえてくるっていう。周平君の言葉だけは抜けてくる。でかいね、声が。なんて言ってくる。声。おい、野村、お前白子やねん。言うてるよ。言うてそうやん。言うてるよな。実際、河野が言わんとあかんよ。なんて言う、白子です、白子です。いや、俺も多分だから、その書き消されてる声の中で言うてるわけで、おい野村とかな、写真撮るでとかぐらいのやつは。でもこの白子い感じっていうのはやっぱ男誰にもしもあることやからな。白子さ、白子さというか、ちょっと恥ずかしいというかな、写真ばーっと見るときに。タグとかも、タグとかもなんか。ああ、でわかるな。あいつも白子やろ。わかるわかる。確かに。えって、えってみたいな。写真撮んでとか言うて、ばーっと寄ってきてんのに、え、撮んのって言ってるやろ。もう、歩みはこっちに向かってきてるからな。
取るやんお前そうそうそうお前取りに来てるやんっていう話だ。カッコつけるっていうことそうそうそう写真写真撮るのが恥ずかしさな。俺ね30キロなんかそれ多い気が多いな。そういう人はな。高則なんかも大学時代な、もう俺が高則に行ったら、あの白と黒のチェッカーフラッグみたいな床にカスタムしてたからな。言うなってそれ恥ずかしいから。バーカウンターみたいな一人で住んでるくせにバーカウンターみたいな。恥ずかしいから言うな。俺らおしゃれにしてるやん。あれ何がしたかった。ダサい。あれ何がしたかった。いやダサい彼だ。彼って誰や俺の相方の当時のお前に言ってんねん彼って。ちょっとカッコつけてた。そのそういやこれがカッコいいと思ってんの。思ってたよ。田舎もやからな。言うねんかったで。わしはこれをなこのまま土足厳禁にしたいんじゃって。あじゃあ土足にしたいんじゃって土足で入るアメリカみたいな。そうアメリカみたいな。そうでそういうのに近いっていうかな。そう遠いようで近いっていうかな。うん、俺も部屋にあの実行の星貼ってたもん。あーそれは それでも女子それは電気消した時にちょいちょい女子か可愛いでしょ。いやそれはええやん。いやかっこいい女子だよ。いやそれはもうやっとんか。いやダサいとかいう問題違うの、うん、それは違う真っ向からやってるやん。いや、それはやっとるからやってるよ。ゲームコーナーで目隠しして、で、なんかあるやん、目隠し中にちょっかいかけるみたいな。一個前のコーナーで、なんかネギでしばき合いするみたいなのがあったら、ネギが登っとって。おもろそうなコーナーやん。そう。で、その俺ネギ持って目隠してるコーナーの鼻近づけて、草でええやん。草が一番置けるやん。え、ネギのお化けって言ってこいつ。そんなわけない。これ白子や。白子よ。河野、ね、それはめちゃくちゃ白子よ。白子ってそんな万能なの。あの客バレする白子だよ、ね、万能ネギや。いやネギ関係ないで。いやうまいこと言うてお前。じゃ白子もうええねん。いや俺もええねん。何やねん白子って。で白子旦那はあのプリマ旦那や放送人何やねんシートしたみんなから突っ込まれることが夢なんです。白子、白子、今のが白子かったな。いや、今のはミスやな。でも今年はエテコマシもね、はい、そうです、ね、大ブレイクということなんでしょ。そうです、ね、劇場だよね、だって、ね、劇場の流行語でたけしさんはね、もうたけしさん、どんなにたけし、たけしさん、何たけし、何ザオラの飲み屋におるたけしさん、いや、誰やねん、誰やねん、あの頃あれな、誰やねん、北野たけしさん、ビートたけしさんじゃなくて、ザオラの飲み屋のおっちゃんたけしさんがやっぱり、出てこましが今一番、要そいつまで届いたな、劇場超えたんや。それだけですごいわ。いやでもそんな全然やで、エテコマシや言うて、僕一回も受けてんの見たことないし。でも主演の結婚式でもね、歌歌って。あれはな、まあすごい面白かったな。大盛り上がり。だから馬と魚がおったら、ええね。エテコマソング？エテコマソングな。エテコマシング。は？エテコマシング？何が書いてたの？エテコマシングという曲があるんですよね。聞こえてるやつがそれですけど。流れてるか。流れてる。これちゃうね。これいつも使ってる BGM や。流れてもうまいことボケてくんなそこで。ええやないか。ええやないか。面白いよ。CD は。あ、売ってないですよ。売ってない。一回さま、さまるの。上着取られたんじゃう。上着あのおっちゃん着てるやつ。パタゴニアの緑のやつ着てたけど。なんで俺が言わなあかんの。反応遅いなお前。何の話。お前反応遅いな。何の話してるかなと思ったら。こいつが昔緑色のなパタゴニアのな。もう6年ぐらい着てたからな。ごめんなさい。誰も知らない。誰も知らない。30件しか分からない。おおおお。着てた。こうの風に言ったらパタゴニアのお化けやな。お前ええわお化けか。お化け。6年ぐらい着てた着てた。NSC から。黄緑のな。黄緑の。服着てたやつや。着てた着てた。今ちょうどおじさんが着てましたそれを。からんかった、ええねえねすごかった俺が今ええねええねそんな来とったなあれあれだもんほんまに6、5万ぐらいしたからずっと来とって元からなあかん言うてもうないよ、あの当時もう掘ったもう実家に送って今父ちゃんが来てるなんで送ったなんでなんなんで実家に送んねん実家送って父ちゃんがずっと来とるわ2代目2代目あ、俺また帰ってきたええ父ちゃん父ちゃん帰ってきて父ちゃんちゃうてもっともっとちょっと言われてるの分かってるぐらい顔笑ってんじゃん何事かなと思うやろ言われてるの分かってんじゃんかいぐらい顔笑ってんじゃん普通の方やねんからなんでわし見られとんねんめっちゃにんまりめっちゃにんまりしてたわけわからんからむちゃくちゃでくいからなあれだええやつだよくあそうね、ラフ企画時代ねラフ企画時代ずっとライブ改名してるからなもともとラフ企画って本名やそうそうコンビ名やったよねラフ企画ラフ企画でももうラフ企画でやってる時がもうすでにもうラフ次元さんって人がおるから今日はラフコントロールそうなるほどだからラフかぶりしてたから大工さんにラフがおるからなぁいやもう大工さんのものまでええわええ分からへんもなくなってあんのなくなってないわ分からないってめちゃくちゃおるよ極み新喜劇とか書いてあるから新喜劇書いてあるからねそうそう本音ラフ企画ってコンビ名変えるタイミング
ミングがちょうど俺らがなんかいろいろ時間オーバーとかしてしまって、うん、めちゃくちゃ怒られた時があって、その時にまあ悪名ついたからっていうのでもうツートライブっていうコンビに変えて、もうちゃうやつやすちっちゃもう別人として、別人としてツートライブになった、うん、それだから社員さんの伊藤さんに説明した時伊藤さんゴツバロ取ったで、お前卑怯すぎんねんお前バレるよ卑怯とかちゃうよ、いやもうバレるよお前卑怯すぎんぞお前ラブ企画におめえついたからってお前それないでお前伊藤さんも分からへん卑怯ちゃうよ、なくならんなくなってないね伊藤さんも歴史したよ、 YCC やってやるから歴史したよ、歴史したよ、なんで一番しんどい死に方さすの、わかるやん別人なれるわけないやん、コンビ名書いてないそうなんかまあ、うん、だから ベースのオーディションみたいなの一回受けさせてもらって、うん、でそれも落ちてみたいな、うん、だからもうこれ悪名ついたからもう変えようって、そう変えようよ弦が悪いみたいな、そうそうそう、だからそろそろもう俺らも変え、もうそろそろ変えてもええかな思ってたかなじゃあそんな軽はずみに変えてよ俺らもプリマ、俺らもてか俺はプリマダンダ一回も気に入ってないけど、うん、そうなん、ちょっと待って誰がつけた、木田さんやん、木田さん先生、それは NSC のな先生につけてもらって、何はのベートーベン、木田太郎や、木田太郎や、木田太郎さん NSC 講師してへんやん、違ったっけ、違うよ、そうか気に入ってない、気に入ってない、俺でもええのつけたな思ったけど、プリマダンダ、そうそうやね、何はのモーツァルトじゃなかった、モーツァルトか、はい、何はのベートーベンってとか、あなるほどな、モーツァルト、モーツァルトね、先ほど何はのベートーベンと言ってすいませんでした、声小さ声心配してるやん、え気に入って、お前は気に入ってる、全然俺は別に、確かにコーナーは好きそうやもんな、うん、コーナーまあまあまあプリマドンナとちょっとかかってて、かかってるって言ったらプリマドンナ、最初だって出囃子プリティウーマやったのな、あそうやそうやそうや、あれすごい良かったけどな、それも一番最初はレディマドンナやってビートルズ、ああそうやそうやそうや、それがハチミツさんの漫談の時とかぶってるって言われて、でどことかぶんねんって女言ってプリティウーマンに変えて、うん、でプリティウーマンが、伊藤麻子さんの出囃子かぶってるってなって、えやったかな、 そうそうやな、誰かと被ってない、あ、そうなんや、でも東京親父に会うこともないけど、うん、まあ気悪いから変えようか言って、うん、そうブランキー・ジェット・シティのね D.I.J. のピストルっていう曲変えてんけど、やっぱ寄せに呼ばれるようになってからじいちゃんばあちゃんが、まあ怖すぎる、トップバッターが多いし俺ら、いきなり、うん、いきなりメロンソーダとチェリードッグ、いきなり激しすぎるってなるほどな、でもう一個挟んで今、え、一個何挟んだ、あのザ・バースデーっていう曲の、うん、その次何挟んだ、それが今、今傷だらけの天使の今ね、ああそうかそうかそうか、 あれいいな、うん、あれは将軍、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 あんな何やねん将軍、いや将軍っていうバンドおるやん、なんかそのあ、うん、あれはなんかあの太陽の吠えろとか作ってる、うん、あ、そうや、傷だらけの天使は誰の曲や、将軍の曲、将軍の、将軍が歌ってんのあれ、うん、あのインスト、ああそうね、ずっとライブの出囃子がめっちゃええ、あれやろ、あれ何やったっけ、あれは、ファイヤーライクディス、うん、ハードノックスっていう、でも その人はな、うん、1枚しかアルバム出してへんの、何で見つけたかって言ったら、あのジム・キャリーの、うん、2人の男1人の女っていう映画があって、でマスクってあるやん、もう1人でもう歌うわー表現して、うわーって表現してもう全然ちゃうキャラになるっていうやつの、うん、言ったら先駆けとなった作品やねんけど、1人警察官がおんねんけど、もういいわ、ちょっと時間がない、はい、二重人格で性格が切り替わるときにハンスっていうめっちゃ、いや国際棒のな、もうちょっと時間、人格に変わるときにそのオーバーハンとかに言うたらレジとかオーバーと、うん、あの告知も教えてる、そう乗り切られても、明日ですね、なんと、うん、ツートライブの単独ライブでございます、何も言えへんねん、警察優しくてツートマンデーライブのブリジット・ジョーンズに、ほんでまあバーとなった瞬間に二重人格が現れてザザポケット、うわーなって前売り戦略めちゃくちゃ暴れたときにツートライブの単独ライブ絶対明日来てください、チケットはまだまだあります。明日お気付け予約いただいても結構です。とにかく明日ツートライブの単独ライブがあるってことを気づいてください。初めてのケースの放送事故。喋ってるけど何か分かれへん。いや出囃子かけてんじゃん、無言と同じ、明日の単独の、とにかく明日、ツートライブの単独ライブはザザポケッツで8時45分間ありますの で、はい、まだまだチケットありますので、ぜひもう急遽ね、お口契約でも大丈夫なんで来てください、はい、ツイッターやってますんでね、はい、周平魂高典珍しい、はい、2人にね、そこでね、バーッとやってくれたら、もうほんまこれね、チケット売れてほしいんですわ、本当に最後のラスト告知になりますので、はい、満席にしたいです、はい、なる方はぜひ皆さんお願いします、違うねん、ま、もうええねん、もう聞くな、もう時間ないねん、もう、うん、これあんま言わんわ、広げるな、もうな、ええねん、もうちょっと閉店、ね、閉店セール詐欺みたいな感じ言うてまうんや、ぜひ皆さん、明日です、遊びに行ってください、というわけでこの時間のゲストはツートライブのお二人でした、どうもありがとうございました、ありがとうございました。
それではここで1曲聴いてください。アレキサンドロスで明日また。メッセージ。さあ今日のテーマは私の周りのファインプレー、私の周りのファインプレーです。では紹介していきましょう。
兵庫県ラジオネームニポッペさんからいただきました。野村さん、小野さん、こんにち は, こんにちは。私の周りのファインプレーですが、私は古本屋さんでバイトをしているのですが、レジでお客さんがアダルト商品を持ってきて、私がいつも通り対応しようとすると、必ずバイトリーダーが瞬時に来てレジを代わってくれます。私はまだ未成年で、アダルト商品は触ったらいけないということになっているので、バイトリーダーはどんなに忙しそうにしてても必ずレジを代わってくれて、とても申し訳ないと思うのですが、レジを代わってくれてる時、毎回必ず私に人差し指を向けてきて、少しカッコをつけながらストップとだけ言って代わってくるのがいつもちょっと気になります。あかんねや。触ったらあかんのかな。一応扱ってはいけないってことになってるんかな。女の子はええ気するけどな。男はあかんってこと。逆に、男はもうほっとっても勝手に触るやん。別に禁止してようがいるぞ。まあ、店員さんが扱う分にはね、お客さんが18歳以上じゃないとあかんけども、バイトが売る分にもあかんのかな。この18歳もよう分からへんけどな、線引き。アダルト商品に関してはほんまに18でええかってこと。ほんまに18でええんか。どっち、その上に上げた方がええのか、もっと引き下げた方がええのか。全然下やろ。もう16から見てもいいってこと、って見たこと。下でもええと思う。14、もうちょっとかい。10、もうちょい行こう。6、よし。6分かんやろ。6歳は早いって。年長さん早い早い、絶対早い。でも女子どうか知らんけど、性の目覚めって早かったやん。まあまあまあ、ある程度はね。俺も幼稚園の先生がもう、まあ、早いわ、ちょっと早いな。大好き。性の目覚め、まあそこまでなんか。はっきり今に置き換えて考えると、やっぱ女性として認識してたもん。あ、そう、うん、あ、でもそのアダルト的なものはしてないの、もちろんな。どういうこと。アダルト的なものはしてないよなって。そのを見たというか、そういう、俺テレビやってん。あ、そのおめさんテレビとかでちょっとやってるお色気番組が一番最初、小学校やな、それだから。それを友達がこんな番組あると教えてくれて、みんなで録画して、みんなで見て、家集まって5、6人で。その時に衝撃やったの。うわ、これすごいなっていう。俺でも幼稚園の時はな、これ前も言ったと思うけど、地元のサンエブリってコンビニの前で信号待ちしてはる、対岸にね、サンエブリの前に立ってる女の人が、なんかヒールをこう直すみたいな感じでかがんだ時に、真っ赤なパンティーが見えて、もう傘差しながら、へいってなって。衝撃やな。悲しわりみたいな。その時にはだから、で向こうがフフって笑いかけたの、忘れられん。いや、だからそうやん、18、まあ今やはな、多分もっと、そういうことなに、ネットスマホでな、見れちゃったりするから。風情がない、エロに風情がなくなってきてる。そう、逆にな、規制があるからこそ見たくなってたんですよ、その。やっぱりどうにかして見たいで、夜中まで起きてとか、親がな、熱静まってからとか。今だってすぐ見れるんやろ、多分見れるやろ、思ったら。怖かったもんな、パソコンの、あの18歳以上ですか、イエスの。あれめっちゃ怖かった。これイエスをしてな、爆発するんちゃうかみたいな、なんかね、ボンみたいなの出るしな。そう、怖いね。それでうちだからウイルス持ってたもん、おとんが。それやめたり。それはもう、おう、うちではもう大事件やから。お母さんが怒ってたもん。お母さん綺麗ですよね。お母さん綺麗のフォローなってんのかそれ。見たことない英語ブラって出てたで、ほんまに怖い感じの。デンジャーって書いて。お母さん綺麗だ、お父さんちっちゃい。ちっちゃないよ、お父さん。変な人つけるなや。続きまして、和泉市ラジオネームたぬき鍋さんがいただきました。野村さん、小野さん、こんにちは。私の周りのファインプレーはパートのおばちゃんのファインプレーです。仕事でいらなくなった段ボールをコンテナに入れて運ぶことがあるのですが、段ボールが入ったコンテナを運んでいる最中に、入っていた段ボールがたくさん崩れてきました。たくさん積み上げられたのが崩れてきたので、一人では何ともできないと諦めていると、パートのおばちゃんが崩れそうになった段ボールを押さえて助けてくれたのです。おばちゃんのファインプレーのおかげで周りは誰も怪我せずに済みました。そのおばちゃんは私の母親より年上なのに、若者に負けず劣らずの力があって凄さを感じました。お二人は仕事でファインプレーしてもらったこととかはありますか。仕事でファインプレーだから、僕らでいうとコンビ、まあまあそうやね、こうのがあってことですよね。っていうことやな、相方に助け合うという、まあ、ことやね。あるわけないです。なんやこらお前、なんやこらお前、基本あるやろ、なんか一個ぐらい出せ。出せ今、はよ、悩むな。3、2、1、出せこら。おい、あるやろ、10年間一緒におんねんから、なんか一個ぐらい、なんでもええねん。
ちょっとしたことでもええわ。あ、何、イメージなかったんですけど、一回楽屋で河野の携帯覗いたら、あの新大阪の SM のお店調べてました。何がファインプレーじゃん。何がファインプレー、それどういうことや。あ、じゃあ、じゃあ、結婚してからね。結婚してから、よくわからないかい。してからフォローなってへんねん。何がファインや、それの。おい、元気や、元気や。だプレーも意味変わってくるやんけ、お前。元気なプレーって何がやねん、お前。へーじゃないやろ、お前も。そうやめて、そんなん見んの。ほんで勝手に人の携帯見んの。ちゃうや、なんか視聴者投票みたいなのがあって、俺今嫁が頑張って入れてくれてんねん言うて、でこのなんか段取りが多かったから、これペペってはしょれんで、ここはみたいな説明して、え、どうすんのって言って、なんか携帯貸してみって言って、持った瞬間にもうなんか これやったから、お姉ちゃんがバーンって出たから、えってなって、ああみたいな言って、恥ずいね、やめてくれ、帰ってから渡せや思ったけど、恥ずいな、ごめんごめん。さあ、というわけでございまして、今日はですね、私の周りのファインプレーを紹介しております。以上、オンストメッセージでした。Yes, yes, FM、力を合わせるプリマチャレンジ2017。さあ、このコーナーは我々プリマ旦那が力を合わせていろいろなことに挑戦しようというコーナーです。3週連続で成功すると賞金1万円、ただし今は連勝がストップしているので1からの挑戦となります。今日のチャレンジは2017年紅白出場歌手を当てましょうです。今年も年末恒例 NHK 紅白歌合戦の出場歌手が発表されましたが、今から白組4組、赤組4組、計8組の歌手の名前を出すことに挑戦したいと思います。チャンスは12回です。はい、竹原ピストルさん、早い早いな、お願いします。入ってましたね、俺もこれ知ってんねん。初登場の人は、お、初登場の人とりあえず言うよ、じゃあ、ワニマ、 お願いします。入ってました。これはすみません、どうぞ。今日は、うん、俺でも何やろと、椎名林檎さん、どうやったかな、お願いします。おお、好きです。あ、届くかもしれんからね。届くか。いやいや、分からんで、お前全国で聞けるからな。ほんま、徳井さんがなんかリムジン乗って椎名林檎と二人でなんかどっか行くみたいな、ロケのやつ見て、めちゃくちゃ嫌いになった徳井さん。なんでやねんな。羨ましいなやろ、そこは。嫌いになった。いや、どっかでな。だから徳井さんともしお会いすることがあればね、そっから。俺もほんまに椎名林檎と2人でみたいなロケ入ったら、絶対にシルエット出えへん、ズボン履かんとかも。なんで？怖い。ええ、お前そういうことになんの？いや、そらそうやろ。いやいや、違うやな。いや、小学校の時から好きな人やで。逆に緊張してそんなことにならへんやん。なるって。え、もう性の対象としてってこと？もう思いっきり。いや、何の話してんの？いや、シルエットでいいよねって、その、いや、そのちょっと太ってきたから、なんかあんまりこうピタッとして履くとなんかこうだらしなく見えるから。あと、え、あとチンチン。いや、これよかった。危ない危ない危ない、言うてる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 やん、言うてるやん、もうなあ。有村架純でそういうことだね。有村架純と共演して、もう共演して、その瞬間にならへんって。カメラ途中から抜けますみたいななったらどうする？いや、ないよ。え、例えばそれ撮影の合間ってことやろ。もうこいつほんま嫁、そんな、お前嫁フィルターほんま思うないわ。ヒロインになるわけないやん。じゃあそれはならへんて。なるって。え、なんかその向こうが脱ぎ出したらやで、カメラ止めます言うて、ねえ、そのね、ロケバス二人きりになって、なんかあーみたいな、熱いですね言うて、肩、両肩と両腰と両くるぶしになんか六本の糸見えんな思って、でカメラ抜けまーす言った瞬間、その糸がビーンになって全部パーンと。何やねんそれ。で、全部脱げるってこと？そう、安田大サーカスだみたいに、うん、全部服脱げて、わーい、言われてもん、それは。そんな脱ぎ方いらんねん、セクシーちゃうやん。紙吹雪は渡されてんねん。いや、事前に安田大サーカスさんや、ベタベッタって言わなあかんや、俺。何やねんこんな話。どこまで行ったっけ。シシャモも初登場に入ってました。お願いします。よし、なるほどね、なるほどね。金目鯛。いや、じゃあ魚の話してね。
ウェダーダウト入ってるかお前マキシなんでウェダーダウトマキシ紅白出んねんいきなり入ってるかあと何俺ほんまに見えひんねん分からんわ言うとおかあれ覚えてるやつ言うとおかとりあえずうんトータス松本さんあもう初登場で入ってたと思うんですお願いしますあとは男性一人でいいんすもんねそうっすねもう行くで多分この人入ってたと思うねんな、うん、三浦大知さんお願いします男性マイケル・ジャクソンさあこれで男性4組は行きましたあとだから女性2組椎名林檎シシャモもう多分あと2組は俺行けると思うで俺答えなあかん時間があるからねまだこれで俺二組ポポーンっていってだいぶ時間余るからないやええよ別にええの俺のもう軽妙なトークでつなぐから、うん、乃木坂46乃木坂 AKB48 せこないその手があったかみたいなほらということでチャレンジクリア懐かしい久しぶりに聞いた気すんな俺マリオのね、うん、クリア音ですうわガソ荒まあ初登場他誰がいてはったのかなあトゥワイスね誰トゥワイスあれやん韓流の日本人の方も入ってるけども女の子のグループね今年流行ったんですよなんちゃらポーズね涙みたいなねポーズのね TT ね TT ポーズそうで倉木麻衣さん欅坂関ジャニ∞エレファントカシマシもそうや初登場ですねあそうやそうや見たわ今年ねエレカシうんうんうんまあまあジャニーズ多いね平成ジャンプとかね TOKIO うんうんうんそうかね嵐はい軽快なトークで繋いでくれやなんやねふーんってずっといや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 あ時間余っとんねん今回だってミスなしよ初めてじゃんこんなパーフェクトこれもう2勝分だからいやそんなことないです無理かパーフェクトですよ今日ねカゾノですよパーフェクトダブルシュレッダーうん誰が興味あんねんお前あ借りたあごめんなさいあギブソンさんの使ってもたどっちえわざとわざとじゃないうわだから一番最悪一番最悪パーフェクトダルムシュレッダーさんにも傷つけてもうてるし一番最悪でしたすいませんでした加藤さん和田さんすいません時間余ってんねんもう言うわ時間余ってんねん昨日の、うん、ビデオ試写室に行って大丈夫入りで、はいはい、6本借り選べんなよはいはいはいでも、うん、俺好みの6本厳選してうんうんでもそういうのやろだからそうでもほんまの理由としては、はい、台本をちゃんと読んで確認したいってとこと、うん、寝れたら寝たいうん、うん、この2個が2本柱やったけど、うんまあ、それ見るやんな、うんうん、6本厳選して、はいはい、でレジ持ってってで3時間1000円や、うんうん、知れてるやん、うんうん、部屋満室です夕方6時過ぎやで平日やねん思って、うんで、どんぐらい待ちですか、うん、30分でもこれもあくまで出られる予定が、うん、だから延長する人もおるから、うん、30分待ってていやこれ30分待ったら寝る時間削られるしもうアホらしいな思って、うんうん、じゃあやめときますあそうですか誠に申し訳ございませんまたのご利用お待ちしてます、うん、言うて出てから思ってんけどただ単に俺の性癖を知らせただけやったなめっちゃ店員になそうどうその6本の種類もまあめっちゃ偏ってたよレーベル 2個しかなかったもんねで同じ会社のってことね。そう。何系なの？まあ言える範囲だよ。いやなんか例えば、うん、棚にもいろいろ振られてるジャンルあるよね。ギャルとか、ナースとかもあるかな。まあそういうのもあるけど、なんだろう、まあお前で言うたら、うん、巨乳とか、はいはいはい、あるやん。SM とか。そうそうそう。うん、俺の、選んだ棚は、うんフェチ。濃いな。濃いやつやな看板の色が、真紫
パッケージも結構暗めのやつ。いや明るいよ。明るい明るい。濃いなぁ。でも見たかったよな。でもなそこまで行ったらな。見たかった。で俺も今日また稽古まで空きで台本でっかこで読みたいから、うん、もう無音のところがいいからまた試写室行く。どこの？そこの。どこ行ったら会えんの？野村商店街。あの VR のエッチなやつ見れるね、うん、試写室がそこあるんですよ。そこ行ったらあの僕、フェチの棚に並んでますんで、おるなと思ってもあの絶対に声かけないです。そうそう。むちゃくちゃはずやろな。全然ええけど。オンスト聞いてきたんですけど、お前どういう神経してるのって言うわ。どれ選ぶ？私も一緒に選んでいいですか？怖いわ。というわけでございまして、この後5時からはさまざまな職場で活躍するプロの仕事人が本音を語るお仕事紹介番組職業体感ライブをお送りします。そして今聴いていただいている曲は ESFM12 月のリコメンナンバー宇宙でフライです。さあこのコーナーはいろいろな物事に対するありすぎずなさすぎない A ラインのあるあるを我々2人が独断と偏見で決めていこうというコーナーです。はい、さあでは今回の議題をくじで決めたいと思います。今日の議題はこちら。来ました。今日はディレクターあるあるの A ラインあるあるです。言いたくねまあまあね、テレビ業界にはねディレクターさんという方がいますけども、まあまあテレビ以外はラジオにもいるか、うん、のディレクターさんのあるあるです。まずありすぎあるあるはディレクターチーフディレクター演出誰が誰かわからん、うん、誰がどの担当をされてるのか、まあ特にディレクターチーフディレクターなんでねちょっとの差ですからわからんとか、逆に長すぎあるある本番中出演者より喋る、さすがにこれはね出演者より喋るディレクターはいないということで、この間のですねディレクターの A ラインのあるあるを出していきましょうよ。スタート。ディレクターさん、まあいろんな業界におるんですから映画もそらおるしな。まあでもほんまにあこいつ金持ち出したなっていう分かりやすいよな、うん、服めっちゃ変わるよな。あ若手のディレクターの子とか局員さんってあって、まあ、チャラやそうな人もおるしね。やっぱりそのまあ、ザ業界人みたいなね。俺らがもっとペーペーの時ってやっぱよう誘われたんですよ、うん、コンパとか、あ行こうよあの中とか言われて、でそいつ立てなあかんし、ちょっと日焼けしててとかないてはるもんね。いやそれは僕ちょっと存じ上げてないんですけどなんかあるんでしょうね。いてはるやんか、いてはるやっていうことやさ
ディレクターさんね、それはもちろんいろんなタイプの人がおるんやけども、なんやろな、なんか距離感がいきなりこう仲良くなる人もおるな。グッとグッとこのいい距離感の人もおんねんけども、なんかあれそんな近いみたいな。俺が一番あかんタイプやな。俺が一番勘違いされて、うん、自分から近づいてくるくせに、あの子野村君あれやねみたいな感じで勝手に品定め済ませて、そうやって言いふらすからな。まあまあな、おしゃべりな人が多い、結構多いよな。ちょっとこれあかん、これ俺ら仕事減るんちゃう今日。ちょっと待って、このテーマよくないぞ。だから悪いとこだけ言うとね、ですもんね、違いますもんね、あるあるやから、そういうことですもんね、別にそれは広くあるあるでいいから、別にそんなとこ探さんでいいかもしれん、そういうことじゃないかもしれん。あれよ、入社してまーない時に着いた、うん、着きたての時にね、うんうん、よろしくお願いしますみたいな、うんうん、で、こうこうこうしたくて、うん、でも分かったやから、で、俺らもまあ言うてもちょこちょこいろいろやらしてもらったから、まだ段取り悪いなとかあるけども、うんうん、それ言っちゃうとね、うんうん、俺らもそんなまだなんでもないから、うんうん、やけどなとか思いながら、うん、でもうちょっとこここうした方がええんちゃいます、うん、とか言いながら、あ、そすいません、ありがとうございます言うてて、うん、何年か経ってあいつみたいな感じで来た時に、うん、その社内で芸若手芸人に対してはもっと強く言った方がええでとか、うん、なんかちゃんと主導権を握っとかなあかんぞって言われてるか知らんけど、もともとのお前知ってんねんからいけると思うなよって思う。ちょっと待って待って、よくないな今日。今日ちょっと危ないな。いや、わかるよ、それあんねんな。でもな、その露骨に態度変えよって。ってそれね、また次俺らがこうバンって売れた時にまた態度変わる人もおるかもしれんしな。あの子は変わるやろな。どの子のこと言ってんねんな。どの子のことやろね。ひげ伸ばし出してるやんと思った。誰や誰や、うわうわうわ、誰や、もうこんなおどおどしてたやん。ああ、いや、ほんまそうやんな。めちゃくちゃ偉そうに言うやん。いや、あんねん、その俺らの立場と人が良くないよな。なんかその裏で呼び捨てしてたりとか、しょうもないことやけど。まあでもそうやねんな、多分な。その吉本の若手班のマネージャーじゃないねんから、そこはちゃんとしようや。そこにも、そこにもまた飛び火してるよ。吉本の若手マネージャー班にも。なんかあれやね、アウトドア系ブランドでおしゃれするよね。あああ、あ、分かる分かる。なんかね、ロケ多いからでしょね。うん、動きやすい。ほんまに冬場もなんかハーパンの下になんかパッチ履いて、でなんかめっちゃカラフルな靴下になんか街で履くにも行けるような登山靴か、ニューバランスのめちゃくちゃ高いやつ、あ、履いてる履いてる、1000番台のやつね。とりあえずほんまにそう、フットワーク軽く軽く、まあ俺の弟がそうやからね、やってますからね一応、AD というかね、そういう位置、そうそうそう、いろいろ買いに行かされてるみたいよ、そら、うん、すぐね、なんかこうてこい、あれこうてこい、やっぱそれ番組必要なもんね、うん、で俺も久しぶりに会った時はプイプイの時に、だもう家出てるやん、うん、弟も家出てたから、何年、2年ぐらい会ってなかったから、1年2年ぐらい、ほんまに正月も入れ違いやったから、向こうも忙しくて、で久しぶりに会った時はその弟が、桃子さんの誕生日ケーキを買いに行ってる時だった。だからちょうどほんまたまたま、かわいそうな。かわいそうちゃうよな。何がか、お前何がかわいそうやねんな。いや、買いに行かされて、いや、でも仕事やから、桃子さんが今日誕生日やから、だからプイプイかなんかの時かな、にそうで買ってきてって言ったら、それぐらいこういろいろね買い出しに行ってるっていうことよ。かわいそうではない。いや大変やろな、そら AD さんのが寝てないで、やっぱり寝てないらしいよ、やっぱりね。それは AD さんやから、ディレクターの話やから。あ、もうそれ1個上がると、そこで変わるって人もいるから、だから AD からディレクターになると、そこにもあれは俺らはお伺い知れんもんがあるけど、うん、いや、それはいい人もね、たくさんいるんですよ、もちろん。いや、このさんま、何や言うたらごちゃごちゃ言うてきょんの、うん、あそこの人か。そう、会社、会社もね、そうかそうか、そのね、ほんの知らないわ。テレビ局だけじゃないんですよ、その毎日放送やとしても
他の外注というかね、他のなんていうんですかね、会社から来てる人もいるんですよ。製造会社さんはい、製造会社さんによって色が違うからタイプがあるんですよ、それは。うん、若手芸人なんか声が大きくて元気でシャニムにやってるのが当たり前っていうね、うんうんうん、感覚で俺みたいなのに出くわすと、うん、あ歩きないねみたいな、じゃあ思われるからね。お前全員が全員そうなわけないやろ思われるよ、暗い関西人もおるやろ。まあまあまあな、むずいな今日。何がちょっとこれ危ないですね、テーマ。いや、だけやし、そのあんのに言ってたらやけど、ないから。何が仕事。あ、俺らな今。いや、余計あかんねんだから。何が今こうやっとかんと。こんなもんこないしてまでテレビ出たやけで、むずいな、確かこのどう、何がいい、いいとこも もちろんあんねんけども、あるあるとしてさ、あるあるとしてさ、いやなんか良くないっすね言うけど、女お前がええとこかぶしてけ、あるあるとして何を、何やろな、あるあるとして言うたらむずいな。あるあるじゃなくてええよ。じゃだからあれや、その飲み物めっちゃ持ってきてくれるよな。いや、マジでね、多いっていうぐらい飲み物持ってくる。これでもあるあるやろ、多いっていうぐらい飲み物持ってくんねんな。あるやろ、そんなの無かっていう。2人で6本ぐらい飲み物買ってきてくれたり、この中から選んでくださいねってロケバスに袋に入ってんねんけど、絶対余るぐらい買ってくんねん。あ、おむすびとかも。ロケの合間の飯屋さんで、うん、結婚指輪光らせながら、うん、女自慢が多い。女自慢、うん、ああ、この間結婚してはんのにってこと。そう、この間飲んだ子が。いや、誰やねんな。もうえって誰やねんな。なんでそれ付き合わなあかんねんと。いや、そう、遊んでる人もおるやろな、ある程度。それはそれやっぱ モテるんやろね。モテるし、そう、お金も持ってあるし。そうやね、うん、お金あんねやっぱり。最悪仲のいいタレント呼んだよね、うん、そう、今日芸人来るで言うてた、やっぱ引きもあるし、うん、モテんのよ。それ芸人よりモテるんちゃう、もしかしたら。モテるやろ。そうやな。で、ちょっとわってなるやん。知ってる番組俺担当してんねんって言ったらね、うん、何のやってんねん俺って言ったら、まあ、それでなる方もなる方やけどね。さあな、女の人がな、程度が知れるよねそういう人もおるから、もしかしたらね。いいと、いいとかっていうか、何やろな、何やろね。いや、ほんまそうやな、すり減ってるよね、靴もね、みんなね、ほんまに。だから前も靴底がそっちに行くん、もうずるいわ。何が、もう薄い、薄いあるあるで、薄いじゃん、その、やっぱすごい頑張ってくれてはるっていうの、その番組を盛り上げるために、うん、っていう意味よ。うん、学生かいうぐらいの無茶ぶり、刺すだけ刺しといて、うん、まあ使わない。言うな、もう言うなお前がこの子はしゃいでるだけやん。あったあったよ、それで切られたこと何回もあったよ、もちろんな。本番見てみたらそこ使ってないってことでしょ、うん、それあるよ、それもちろんあんねん、そういうのは。もうカンペね、綺麗に書いてくれますよね、カンペのスピードがね。あの、読まれへんやつ多いね、読まれへんやつ早すぎてね。お前聞いたと逆で書いたんけ、早すぎてザザザってもう流れまくってるから。耳ミミズ放題1秒な、そう。でも早く出そうとしてくれるからよ、がゆえにペンがパパッと走ってね。なんで書いてんのこれ。話の流れ組んで次これ言ってほしいなーでもう書き出しとかなあかんやん。なんて書いてんのこれっていうね。な。いや、いいんですよ、その、あといっぱい撮ってくれる人ね。ねえ、その10分のコーナーでもね、5時間ロケで撮ってくれるとこれがすごい。これ一番悪い。これやっぱ楽しいです、ずっとロケ。僕絶対帰りたくないから、僕は。俺はもう大嫌いから。こうやっぱそれをギュッとやってくれるからやっぱ面白い。君は脳みそがないのか。たった10分の VTR を作るのに、なぜ 7,8 時間もしないといけないの。これ撮ってくれはるんです。これがね、すごい容量がある。不安やからやろ。俺嬉しい。揃えたやからやろ。嬉しい。俺らのボケを選ぶんじゃなくて、いかに情報を整理するのかに追われて、情報ばっかりの VTR 作ってるくせに、じゃあそこだけ絞って回りゃいいのに。違うねんな。一緒に降りたいもやっぱりそれ楽しいし、俺もロケ多分好きなんすよ。1秒でも早く帰りたかったよ。全然使わんでもいいねん。俺も腹立ちついて京都で何回も飲んだかったよ。大阪でもう飲んで撮ってくる。もうカメラの前に折れるだけでね、撮ってくれるんですよ。なんかどっちにもええ顔するしね。俺には河野のことを悪く言うくせに、河野には河野で俺のこと言うし、ね、何やお前、どっちやねん。いや、いろいろあんねん、これはもう。それはな、いろいろあんねん。あと何や、
圧力がね生じまくってね、うん、河野くんの食レポはちょっと不安やから、もう野村くんボケというよりもちゃんとやって、うん、ちゃんとやったらちゃんとやったって河野がイライラしだしてね、うん、いやお前もっとボケろやみたいな、まあまあそれもね、いや俺は言われてるから、でもその場で言うんちゃうしと思って、でイラッとこっちもするでしょ、ほんだら会議でプリマダンナは仲が悪い、うん、なんて言った最後、最後空気しか出てなかったけど、ちょっとコンプラかかったんで、ちょっとごめん、なんて言うことちょっとコンプラかかったんで、あ、空気でかき消してくれたんや、いやいいよねディレクターさん、いやほんまクソよねクソちゃんお前怒られるぞ、来いよ、やめろよ、何やろな、あとな、たまたま見ない宅地系くれますわ、たまたま南で会った時になんかもうかつての戦友ぐらいの顔したけど、お前に切られとんねん、いや違う、いろいろあるんでしょそれは、お前のチンコロでこうなっとん、その一人の意見だけじゃないからね、それはその人もしかしたら守ってくれたかもしれんよ、守ってるわけない、いやいや分からん、それは分からん、それは俺この間別のディレクターさんと飲んだよ、めっちゃ聞いたよその人の話ほんまに野村君がかわいそうやったっつって、いやそれは分からん、それはこんな人が追ってくれるから俺はまだ続けてるけど、こんな人ばっかりやっただから嫌やねん、いやそんな人が追ってくれ、今の俺らがあるから、いやほんまそう、今の俺らがあるのはその人のおかげ、スーパー仲悪かったもんな、あの時その人のおかげもあるかもしれない、面白かったもん、いい人、ディレクターさんはいい人よ、みんなね、渋谷さんが良かったよいい人の名前どんどん出してくれていいです、渋谷さん、いい人の名前はね、カメラマンのね、そう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 、よう笑ってくれはってね、長崎出身のね、めっちゃ、そう、卵食べれないですけどね今日お会いしました、僕いい久しぶりやね言うて、で声かけてくれるからね、今無駄にカメラマンさんね、そういい人多いな、いい人多いね、やっぱり分かってくれるしね、いろいろカメラマンさんもやっぱり、ね、いろんな人撮ってるから知ってるわけですよ、そのお笑いのロケももちろんね、次の週とか行ったらね、あっこ面白かったのに使ってほしかったっすねとかっていう、うん、こっちのめっちゃ組んでくる、嬉しいねんな、あれいい、ね、そうそれを遮るように、ほな行こうかじゃあお前って、だからあのねそいろんな仕事があるからここのテンポ上げてるけど結局他めっちゃ段取るわけやん、ディレクターさん、ディレクターさんでいろんな仕事は大変な、なんそもちろんいいよな、しがらみがあっ て, っていろいろあって大変なんかみんなそうやのにさ、そうよ、ええよな、そんな風にかばってくれる人おるからな、いやだからそれをやって編集も大変やね、そら羨ましいわ、ほんま羨ましい、羨ましいよ、いやいや、あの人はあの人で大変よ、大変よ、そんなもん生きてる人間みんな大変やんけ、生きてるだけでも偉いわ、どうしたん、めちゃくちゃ怒ってるやん、え、野村のことも言ってくれてんじゃん、だからあの子、あの子で頑張ってたねって、いや、言うてんの使いづらいってはっきり言われたよ、それしゃあない、それな、バカ、お前嘘つかれへんねんか、しゃあないやろ、いや、それしゃあない、だからそこちょっとな、でも変わったやろ、それは何が、あの頃とはヘラヘラすること覚えた、それが大きいよ、ね、それが大きいんですよ、それ大きいよ、もう出さない、出さない、今ちょっと出てたから、この10分ぐらいは出てましたよ、何過去の野村氏がアジンが出てた、アジンが出てたよそれはもう押し殺して、で次 IBM がもう危ない危ない、それは危ない、なで次あの人と出会った時ももうニコニコしてね、まだお願いしますと、まだ一緒に仕事させてください、なんで俺が頭下げなあかんねんあかんわ、あいつからやろ、あかんわ、こいつあかんわ、こいつダメだ、絶対見返してるからな、ダメだわ、ほんであいつとの仕事の時にもうちゃくちゃ蹴ったるからな、蹴る蹴つちゃうわい、仕事 NG や NG 選ぶな仕事を、来年から売れた時に NG や、選ぶな仕事を、今は選ばやってる、全部泥すすってるよ、売れた時ね、売れた時な、シーン売れた時ね、うん、今はもうだからやめてね、キッチンプイプイの生放送でめちゃくちゃ言うたろほらあっ言うてなんでキッチンプイプイだけやでなんでそのコーナーやろ、なんでキッチンプイプイやで、プイプイでええやん、キッチンプイプイ、キッチンプイプイで、なんやろキッチンプイプイで、めちゃくちゃ、まあ、キッチンプイプイ呼ばれてるってことはまあ売れてるってことだもんね、そのゲストで来るってこと、スターダストレビューとか来ててんだよお前、来てたよ、キッチンプイプイ、俳優さんが来るとこやからな、歌手の方とか告知でな、そこで俺らが行ってってこと、行って久しぶりだねみたいな、そう久しぶりだね、あるかよらー言うて、皿ひっくり返して料理のセンスどんな顔すんねんお前、
キッチンプイプイ関係ないやん。じゃキッチンプイプイとかやめとこ。料理の先生がかわいそうやから、それは他のとこでええやん。何にも関係ないさ、ねえ、料理のなんか和食の達人とか茎あるやんか。なんで煮浸すなこらー言うて、誰に恨みあんの。なんでな、関係ないやんか。ロケとかでしょそれ。しゅますなお前なんかされたんか、キッチンプイプイで。言うたるわ、というわけでケーキ投げたるわ姉さんお誕生日言うのかー。ちょ意味わかちょ、それまた違う事件になるから、関係ないから、その過去の恨みと。そこは過去の恨みなんかないよ、ボケやんか。あー、そうだ、そうもちろんね、うん、ないよね、ないわだかまりもなしね、ないない。それはもうだからもう誠心誠意また呼んでくださいっていうことね。いや、誠心誠意はあの時は、その時にぶつからんかったやつらが悪い。どういうこと、どういうこと。俺はずっと誠心誠意や、向き合ってくれって。いや、その表現が良くなかったんちゃう、向き合ってくれという表現が。じゃあ、俺の求めることはそこにはない。だ、売れた時にそれ話して。売れた時ほんまめちゃくちゃやったんだよほんま。どこでどこでよ。決まってるやろ、キッチンプイプイや関係ない。俺らキッチンプイプイ出たこともないから。俺らのコーナーはキッチンプイプイ終わりからやったんすよ。でキッチンプイプイはあの楽屋で見てたんすよ、僕らは。出てないから。そうそう、あれ終わりやったからな。あと偉人のやつや偉人の川田さんのやつやろあと鍵のやつや、鍵回ってしてるやつ。これ関係ないから、そこに乗り込みに行くってこと。あとトナカイやトナカイちゃう番組やんけちゃう番組やんけ、出たことないやん俺ら。意味わからんから、怒ってるとこが。上泉さんに関係ないやんあんな優しい人。優しいよ、昔のプイプイやってあったけど。上泉さんな、関係ないねん。さあお時間です、決めてください。マッチマディレクターあるあるの A ラインあるある。はい、はい、どうぞ。では行きましょう、ディレクターの A ラインあるあるお願いします。野村くん、一遍ご飯行こうはご飯じゃなくて説教説教というのはね、まあ、気になることがあるから、愛のある説教ってことね。ないなか、言ってくれるっていうことよ。言いたいだけ、言ってくれるってことですね。さあ、というわけでございまして、このコーナーはインターネットストリーミングでも聞くことができます。今日の夜11時に更新されますので、 ESFM のホームページからアクセスしてください。以上、あ、怒ってますね。以上 A ラインあるある決議会でした。中華鍋ひっくり返しとるからな。キッチンプイプイ関係ないねここで一曲聴いてください。 aiko で予告。目が覚めれば世界は変わる。昨日の孤独と今日の自由。スイッチを少しだけひねれ。告白。
モンストメッセージ。さあ今日のテーマは私の周りのファインプレー、私の周りのファインプレーです。では紹介していきましょう。いくよ。お前その番組ついてへんやん。いきますよ。福岡県ラジオネーム柴さんからいただきました。野村さん、コンさん、こんにちは。こんにちは。私は先日から近所のケーキ屋でアルバイトをしています。クリスマス前ということでとても忙しいです、うん。繊細なケーキが崩れたらいけないので慎重にしているのですが、一番繊細なケーキを崩してしまいました。オーナーに叱られると思って報告に行こうとすると、先輩のシェフの方がオーナーに内緒で直してくださいました。お、すごく嬉しくてホッとしました。お二人は先輩から助けてもらったことありますか？ないね。あるやろ。ないない。あるやろ絶対。基本ないね。いや、あるやん。基本ない。いや、お世話になってる先輩もおるやろ。お世話になってる先輩おるけど、基本俺嫌なことされたから無視されるとかね。さっきの気づってるやん。ボケてんのに MC のくせに無視するって。今いくつやねんお前。まだそれがいますからね。助けてもらったことあるやん。でもおるおる、そういう人先輩にね、飲みに連れてもらって、そこでちょっとこう一言言ってもらって助かったとか。あ、そういうのはあんまない。何の舞台上で感じる。あ、舞台上、あ、舞台上で感じる。そのそういう人の顔は忘れへん。あ、スマイルの瀬戸さんとか、はいはいはい、天竺の瀬下さんとか、その瞬間瞬間ね、やっぱりどうしようと思ってて困った時に助けてくれるよね。俺のこと無視してるやつの顔もまあ忘れへんね。そっち行くね。ずっと覚えてる。そっち行くだよ。お前聞こえてるよな。あ、ほんで、あ、わ、例え入れてる。うわ、なんなんその僕の方ができますみたいな。恥ずかしいねお前。こんな、あか、芸歴いいそうだった。こんな何年も後輩捕まえて最近マシになったけどな。腹立つよ。うっぷん晴らす。晴らす。絶対に晴らす。どこで？キッチンペーパーや。関係ない。その人絶対出てないやろ。絶対出てないやろ。来年押していきますぞ。関係ないやん。その人だってプイプイ出てるとかでもないやろ。ユーキャンに選ばれるまで言い続けますわ。プイプイや。キッチンプイプイや。関係ないからな。さあ続いていきましょう。京都府ラジオネームサリーさんがいただきました、野村さん、ゴンさん、こんばんは。私の周りのファインプレーですが、職場の後輩がいつもファインプレーしてくれます。後輩ね。私は店長なので、よく後輩に指示をする立場にあります。しかしその一人の後輩はいつも私の指示を受ける前に私がやってほしいことをやってくれます。いつも嫌味のない感じでやっておきましたと笑顔で言ってくれるのですごく助かっています。こんなお手本のような後輩が自分の手元にいるのがもったいないなと思ってしまうぐらいです。お二人の後輩にはお手本のような方いらっしゃいますか？ぜひお聞きしたいです。俺はもう逆にね、先輩じゃなく行くやつ行くやつもう欠けてる人ばっかり。変わったやつが多いか。変わったっていうか、まあ、うん、欠けてる。例えば皆川とか。あ、ネイビーザフロ皆川ね。伊丹とか須崎。ファイトクラブ伊丹、ラニノズ須崎。うん、欠けてるよね。欠けてる。欠けてる。抜けてる。欠けてる。まあまあ、その面白いしね。それが味やし、いじれるし。お手本になるような後輩。お手本というかね、まあまあまあ、それはなんか見るのは見るけどな。言ってもろってそのハッてすることもあるかもしれないな。河野さんもっとこうした方がいいですよみたいな、をあえて後輩に言ってもらったりすると、なんか、あ、そうかと、そう見てるんやっていう、後輩ってそう見てるんや、あ、じゃあそうしようかとかね。うん、そういう一言をもらうときあるかな。うん、だからまあ気使わんく言ってくれる後輩かな。外の後輩の方がちゃんとしてるかな。新喜劇の子とか。ああ、劇場じゃなくてね。俺飲んでて思うのは新喜劇とか、あっち、他事務所の方とか、とか。まあ他事務所はちょっとむずいな。他事務所はまた吉本的なあれとか違う。あ、落語、話し家の子とか。ああ、なるほどね。あれちゃんとしてんな。お手本誰やろな。完璧後輩みたいなっておるかな。パッと出てきてんの。愛されやすいやつだな。まあ今井とか。まあ今井しか出さへん。今井後輩の話だった。俺の中でぜ、そのみんなが今井以外見えてへんの。後輩、うん、なんだ今井はな。やっぱ見えんねんな。でもまあ要は楽屋おったり、なんかいろんな人と行ってるイメージだな。愛嬌あるしね。お手本とはまたちゃうけども。今やもでももう3年後輩で、俺の1個上やで、うん、年齢。そうか。そやで、あいつほんまやな。そう考えたらほんまやな。
そう考えたらチュピチュピとかなんやねんってなる。ええやんか。ええやん、面白いやん。チュピ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 ってな。あれ面白いよ。今井はもうずっと最悪芝居たらええわって見えるからな、俺と喋ってて。あいつはもうずっと多分ああいう明るい学生時代過ごしてて、俺と逆やから、俺ようそのノリがあんねん、うん、えみたいなあいつが言ってきたら、まあ、その最悪芝居たらええわみたいな、やめてってあんねんよ。でもあ、ね、根っこの部分でね、うん、いいことやけども、それはそれで次吉森口市ラジオにもアビコさんからいただきました。野村さん、コーンさん、スタッフの皆さん、こんにち は, こんにちは。私の周りのファインプレーですが、1ヶ月ぐらい前、同じ職場の子がとんでもない口うるさい店員を店員とも、ごめんなさい、同じ職場の子がとんでもない口うるさい店員を店員とも思わない無理なことばかり言うお客さんに絡まれて怖い目に遭った時、その場にすぐ駆けつけることができなかった上司がその時の状況を聞いた上で、怖かったやろ、怖い目に遭わせてごめんなと優しくフォローしてくれたんだそうです。泣いてしまうくらいしつこくて怖かったらしいのですが、その一言でちょっと気分もほぐれたようでした。モンスターみたいなお客さんが最近増えています。そういう方を見かけられたことがお二人はありますか。まあもうここ何年ってモンスターがずっとね、キングボンビーがついてるんでキングボンビーというかね、まあ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 、モンスターみたいな客、モンスター、いや、まあそれ劇場のお客さんよそれは、だけど普通の飲み屋とか服屋とか行った時にってことでしょ。あ、そうな、俺らに置き換えてってことじゃないの。見かけられたこと、劇場に来るお客さんのことってことじゃなく、普通にそういう飲食店とかで騒いでるお客さんとかってことじゃないの。そんなんしょっちゅう俺行ってる飲み屋なんか大体汚いから、なんでお前あんないっぱい出せよお前、ペロペロやな、そうペロペロのおっさんやな、あかん、何本持ってんの、出してみいな、何本なんかジャリスどこでしょ、あれいっぱいいけるやんみたいな、もう帰り今日はみたいな汚っ、おっちゃん出したのかい、ああ、人の歯で飲まへんやん、どこで、家だって歯もないやろ、ないよあるわけないじゃん歯が見えんかったもん今、確かに、だからこれ大変やな、その店員さんそこで働いてる人は、それでも対応せなあかん、まあな、接客の方は大変やな、そうそう、だからそうさ、俺も思うけど、働いたことないからさ、そのタ言うたけど、働いたことないからタ言うて、日本にない発音ないからさ飲み屋とかな、飲み屋とかでさ、もうベロベロになって吐く人もおるやん、おるよ、そんなんの処理までせなあかんわけやろ、いや、きついで、そりゃそう仕事や、わかるけど、いや、それを笑顔でさ、やってくれる人はやっぱ偉いなと思うわ、優しい店員さんやなと思う、まあだからほんまに医療のお仕事従事されてる方とかもね、やっぱ本来そういう、触れへんところも見たりするわけやんか、みたいな、触ったり、やっぱりそれができるのってほんまにすごいなって、あら、やっぱそら、そうやな、介護士さんとかもな、おじいちゃんおばあちゃんなんかな、そら上だけじゃない、下からもな、そういうこともあるから、自分も世話になるしな、できる親できりやな、せやんな、そうそうそうや、そうなんですよ、やっぱ他人のな仕事やとはいえ、だからすごいと思うわ、できる人は、まあ無理やろな、俺ちょっとそうやな、芸人でこんだけ値上げてて無理やろな、なんやねん芸人でなんやねんって、値上げてへんがな、出るとこ出ようか、こんなごちゃごちゃ言うてくんねやったら、なんやねんな、出るとこ出て喋るか、出るとこってどこでんねんお前、キッチンブイブイや、わかんねんて、なんで俺らキッチンブイブイって喧嘩するやかんねん、これあの2018年、まああのどこで今俺の犬年ってのもありますけど、ああ関係ない関係ない、吠えていくぞっていうのをキッチンプイプイに対して行こうかな、今の無理やりやろ、なんで俺らが結婚して喧嘩してさ、この角度でもいけるキッチンプイプイをフィールドで喧嘩するってこと、俺らが、巻き込みすぎやろキッチンプイプイ、この後つぼみのシュークリーム来るけど、ああ全然いけるよ何が何がやねん、何やお前ら、でもしかしたらちょっとごめんね、キッチンバイバイ、シュークリームのファンの方ちょっとキッチン、セブン・エイト・ポイント、それではここで一曲聴いてください、メメで自分いじめ禁止の歌、はじめまして君の中の心です、だわし
してそんな顔をしてるの？君は私をいじめてはあんまり褒めてくれないね。誰かの何気ない一言で深く傷つくこともあるよね。でも待って、君も同じこと自分にしてるって気づいてないでしょう。何もかもがうまくいかない日もあるけど、どんな時もそう、自分だけは一番の味方でいてね。ああ自分はダメだなんて、自分で自分をいじめないで。うまくいかない時きっと、もう大砲に進むためのサイン。お疲れ様頑張ったねって、自分にもっと優しくしてね。思い通りにいかなくても、頑張った分は絶対に返ってくるよ。イベントインフォメーション。さあここからは本日吉本漫才劇場で行われるイベント情報をお伝えします。はい、今日は12月の5日火曜日、吉本漫才劇場で行われるイベントは目指せ学園ニュース2017万劇の裏話も大放出。会場は18時45分、開演は19時、当日券は1800円です。ぜひ皆様遊びに行ってください。はい、さあそしてこの時間にもゲストの方が来てくれております。野村くんお願いします。つぼみよりシュークリームの吉岡さん、しおりちゃんです。お願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。久しぶりです。そうやな、シュークリームは久しぶりやな。はい、でもあんま会わへんねんな、俺ら。杉岡さんはちょこちょこ一緒になる。ああ杉山優香ですか。あ、そうやな、杉山さんか。全然あかんわ。杉山さんと樋口さん、樋口さん、緑子ね、あとエリカちゃん、エリカちゃん、エリカはね、はいはいはい、なんかあの YouTube チャンネルをね、毎月やってるやつでお会いするんですけど、そう、シュークリームの久しぶりやった。久しぶりですね。確かにね。また大きなったね。大きなりました。本当ですか。大きなってないやん、何が言うの。親戚のおっちゃんか、お前。ちっちゃい子でした、私。どんどん大きなって。今 24 です。24だからね。これ伸びひんやろ、吉岡さんは大きなってる。大きなりました。吉岡さん、逆に言うと痩せたんじゃん、ちょっと。痩せた。そうですかね。横幅じゃないで、縦に。身長が。そうやろ、身長伸びてへんって。絶対伸びてる。伸びてないやろ。なんか伸びてる気もします。でもなんでやねん、なんで伸びてる気すんねん。まだまだなんか無限に寝れるんで、なんか伸びるんちゃうかな。よう寝んねや。よう寝ます。ほんまによう寝てます。どう、つぼみはそのみんなでさ、はい、そのプライベートというか、はい、そのまあもうそれは何、ダンスや歌の練習もあるわけやんか、はい、そうですね。その間とか気持ち悪いぐらい仲いいです。仲いいんや。どんな感じなの。気持ち悪いです、ほんまに。いやもう全員でユニバ行こうとか、全然あります。9人ご飯行きます。9人で、9人で、はい、すごいな、うん、もうあの今あの名古屋とか東京にもありがたいことに行かせてもらう時があって、その時もみんなでご飯食べて、そうみんなで名物食べに行ったりとか。ええー、な、それはみんな仲良くて仲いい、ね、じゃあ楽しいです。セカンドシングルもそうです、夏出たやつ、はい、今年夏出まして。何やったっけタイトル。
スカットサマラバ。スカットサマラバ、はい、ね、ありがたいことに目標としてた1万枚を達成して。おすごいよ。そうなんですよ、なかなか、はい、本当に1万枚、はい、このご時世にすごい、すごいことなんですよ。ほんまそれ、ほんまか、ほんまですよ、ほんまです、ほんまです。数字は嘘つかねえやろ。そうです、持ってべろ、ちょっと持ってない、持ってない。でもな、 CD が売れへん時代やから。そうなんです、ほんまや、1万枚ってすごいよ。それ何、いろいろその販売会みたいなとかしたの？そうですね、サイン会とか握手会みたいな、リリースイベント、東京行ったりとか、名古屋行ったりとか、いろんなところ全国で、はい、やらせてもらって、ライブも回ったり。そうなんですよ、握手会とか。でも届くの、その届く、握手、お客さんは吉岡さん。そんなでかないお前何メートルあろうってんの、どういうことなあ、これどういう意識してんねん。初めてお前吉岡さんラジオだけ聞いてる人めっちゃ、そうそう、初めて聞いた人勘違いするんちゃうかな。どういうこと、4メートルぐらいあろうってんの。ちゃんと、だいたい165、6です。ブースはやらへんの。え、165、6。そうですね、166ぐらい。そんなもんやろ。はい、そう、何センチやと思ってる、何センチやと思ってるんですか。74、5は見てたよ。高い。俺とあんま変わらん、俺と。いやいや、そんな今座ってるからな、分からんけど、もう立ってない、そんなもんやって。そうや、そうや。なんか特殊な、何、握手会以外のものとかもあるわけ、その。握手会、まあ、あの、写メ撮ったりとかってことですか。写メ会。チェキ撮ったり。はぁはぁはぁ。あと、全員集合のチェキを撮ったりとか。お客さんも一緒にどうぞ。はい。そうです。とメンバー全員で、みたいな。あ、なるほど。数人対お客さん。あ、そうです。例えば CD 買ったら、うん、そうなんです、そうなんですよ。だからありがたいことにみんなが買ってくれて、その1万枚を8月まで、9月か、うん、9月までに達成するっていう、なんか発売して1ヶ月ちょっとで達成するっていうのがあって、うん、それができたんで、うん、来年の4月に ZEP ナンバでライブすることが決まったんですよ。ZEP ナンバすごいね。 ZEP なんかでかいで、めちゃめちゃでかいです。何人ぐらい入るの、あれは。いや、もう余裕で1000人以上は入るんで。そうですね、だから去年や NGK 満席しないと解散みたいなのあったよね。そうなんですよ、それが858なんで。それ去年やったっけ。はい、はい、去年のクリスマス今頃ですね。そうか、うん、でさらに言うたらでかいとこで。そうなんですよ、できる。はい、はい、NGK って言っとけばよかったです。まあまあまあ、でも別にそれは ZEP 満席のような解散とかじゃないの今回は。そうですね、でも絶対満席にしたいんで。まあそうですね、満席目標、うん、お客さんもファンの人もなんか一緒に夢を追っかけてるみたいな。そうです、ほんとに。まあアイドルね、好きな方はそれはそこをみんなが大きくなってる姿を、はい、そうなんですよ、大きくっていうか吉岡さんが大きくなる姿を。そんな大きくなりたくないですよ。ちっちゃくなりたい。文字通り大きくなるんじゃないやろ。アイドルとして成長するという意味でな。はい、アイドルとして。そうか、そうなんです、いろいろ。何をしてんの、あとはその、まあ、CD もまた言うたら、うん、サードシングルに向けてのとかもあるんかな、うん、はい、まだいつ出るかちょっとわからんけども。はい、あの随時、あの偉い人に会う時には、うん、あの出したいですとは言ってるんですけど。いや、もう直談判ですよ。そうか、勝手に動いてくれんの。はい、あのこの前も名古屋行ってね、あの名古屋にも吉本支社があるっていうのを聞いて、じゃ あの行きますって言って、つぼみ全員で名古屋 の本社に行ったんですよ。行きました、名古屋の吉本の本社に、ね、ほんならもう誰もおらんくて、私らは一番偉い人誰ですかって聞くつもりで行ったのに誰もおらんくて、ちゃんとお休み取って休んではったな。どんなアイドルやね、会社閉まってました。自分でなんか交渉してない、営業仕事、1個でも仕事があればいいわけや、はい、そうなんですよ、偉っ、はい、偉いね。いやそういうこと。野村がね、こう劇団も立ち上げたりとかしてるから、そうですよね、緑子がお世話になる。そうやん、なんかそこで出てるもんね、うん、だからでもやっぱ年の差感じるからちょっとやっぱ俺は引いてまうねんけど、だからそのつぼみのもお忙しい中で参加してもらってるから、はい、前お芝居ご一緒してもらった時も、うん、稽古いついつ行けますって聞いたら、うんうん、あその日はリリーベで、もうリリーベが全く俺は分からへんから、リリースイベント、リリースイベント、リリーベ、はい、あーリリーベな。知ってますね。ほなしゃあないな。なんか分からんけど樋口さん休みっていうのは。あそうか、そうですよね。やっぱ楽しいわけですね、そういうリリースイベントとかして、お客さんは目の前に。楽しいですよ。まあね、大阪の方とかやったらね、ライブ行けるかもしれないけど、はい、全国回った時に、はい、こういう人も応援してくれてるんやっていうのが、いや本当に嬉しい。なんかあの女の子とかもちらほら増えてくれて、本当になんか同性のファンとかすごい嬉しいです。あそうやね、はい、それは可愛い子が多いんですよ。そう、しかもつぼみのファンは、つぼみのファン可愛い子、めっちゃ可愛い子、それ見たいわ。だからなんか何言ってん、つぼみ見てくださいよ。まあちょっとわかる、
つぼみのファンの子みたいな。ほんまに可愛いんですよ。アイドルかなって思う。どっちがアイドルかわからんぐらい可愛いんですよ。自分で言うてて悲しないんかい。そう、でもそれぐらい可愛い子が。可愛い子が。あとはあのちびっ子とかも時々来てくれて、めっちゃ可愛いんですよ。な。なんかもう小学生のもう1年生とか年長さんぐらいの子が握手会に混ざってたりとかして、そう、ライブもお父さんの肩車で見てくれたりとか、そうなんですよ。結構ファミリーで押してくれたり、夫婦で来てくれたりとか。そうなんですよ。本当に様々。様々ですね。でどん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 こうお客さんの層も広がって、そうですね、うん、素晴らしいですね。ネタもするし、そうお芝居とかいろいろやっぱ芸達者やからみんな、いやいやいや、ほんまやね、マルチに何でも、何でもできるもんは、そんなにたくましいさせてもらえるもんは、なんでたくましい出演交渉までいってるぐらいだね、出演者まで自らの手で会えへんかったけどそのシュークリームが、はい、またまた今日そうなんですよ、今夜なんです。そう、あの今日ね、私たち月に1回、あの定期ライブをやってまして、あの漫才トーク企画コーナーいろいろやる1時間のライブなんですけど、これはすごいよ。はい、月に一度のシュータイムというのが今日ありまして、はい、ザザポケッツで道頓堀の、はい、20時45分開演であります、はい、でチケットがね今日まだあるので、はい、ぜひよかったらシュークリームの2人にあのツイッターでリップとかでお気付けとかもできますので、なるほど、かも当日飛び入りでも全然、うん、全然まだ入れるみたいですから大丈夫ですので、ね、ぜひ皆さんブース前のお客さんもね、はい、ぜひ来てください。行くよって方も見決まってるんですか。ありがとうございます。ぜひ来てください。おでん食べながら見てる。今食べとかなんかあるね。そうなんです。ここラジオあるしな。蓄えてこの後ね、ここのラジオで7時から8時、はい、つぼみのジャングルレディオっていうラジオもありますので、そうだから今食べてるんです、うん、今食べてる。これ今なんかのその時食べてて全然です、全然です、全然です。ジャングルレディオ始まって見て、その後シュータイム、ね、そうですよ、最高やん今日。というわけでね、おまさんも田舎、みんなのチケットまだあるみたいですから、はい、ぜひ来てください。他何か告知とかあれば。他はあとつぼみでは、年末 の、 年越しライブを、カウントダウン、はい、ザザハウスでやりますので、12月31日の10時半から日付変わった時までやりますので、はい、ぜひ、ね、はい、年越しの予定ない方はぜひ、ぜひ、ね、チケット2000円でやってるんで、安いです、ぜひ、はい、安いわ、はい、来てください。カウントダウンライブもありますので、よろしくお願いします。皆さん遊びに行ってください、はい、というわけでございまして、この時間のゲストはシュークリームのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、お別れの時間が近づいてきました。今日お便りを送っていただいた方の中から3名の方にサイン入りステッカーをプレゼントします、はい、まずはラジオネームたぬき鍋さん、ラジオネームアビコさん、ラジオネームしばさん、以上3名の方にプレゼントします。この番組ではリスナーの皆さんからお便りを募集しております。来週のオンストメッセージのテーマは、恥ずかしながら最近知った言葉、恥ずかしながら最近知った言葉、まあ、さっきのね、リリーベみたいな、まあ僕らが知らんであろう言葉とかでも全然いいので、うん、ぜひ皆さん、最近知った言葉を送っ、そうですね、送ってきてください、お便りは来週12月の12日火曜日のお昼2時半までにお送りください。メールアドレスは onst@esfm.jp onst@esfm.jp プリマダンダのオンストまでお寄せください。お待ちしております。中央圏の大将が今出前の帰りでチャリンコでファーッとなって、ね、めっちゃ何度見もしてたから見たことあるやろと思ってあ、ここでやってること知らんのかい。そうそうそう、信濃そばもなくなったしね。そう、信濃そばが悲しいな、ちょっとな、本当にお世話になってましたから。まあ芸人みんなね、まあ、漫才劇場にも配達してくれてました。早かったもんで、すぐ届くし5分10分でね、届けてくれてたんですよ。そうそう、肉水とおにぎりと、はい、どちら届きましょう、漫才劇場での楽屋で、あ、もうしたいますみたいな。嘘つけよ、嘘つけ、そんなやないやろ。ちょっぱや電話中やん。そう、それぐらい本当に早くて、うまいしね、美味しかったんですけども、11月いっぱいで、うん、これってきました。まあ別に拘束するなんか情報があるわけでもないんで、まあそんな信濃が実はとかないんですよね。僕たちが継ぐわけではないんですが、ちょっと今中央圏見てね、だからそう、12月 の、 その7日ね、もうあさって佐藤隊長企画のグッドコマーシャルっていうお芝居があとちょっとなんですよ、はい、チケット、もしこれ聞いてるね、東京近郊関東の方とか、はい、もしくはもう ご予定が合えば関西からぜひご参加していただけるなと、はい、ちなみに僕その時間帯はあの吉本無限大ホールでゲームコロシアムというイベントがありまして、こちらはねチケットいっぱいあるんですよ。まだ行こうか
まだねチケットいっぱいあるんで、まあまあ野村くんのお芝居ちょっとチケット買えなかったよ、でもちょっとプリマなんだ見てみたいなって方は、あの吉本無限大ホールで、あのゲームコロシアムゲストにね、ニューヨーク大宅、そしてバビロン、そして M1 ファイナリストにもなりましたユニバース、以上4組の豪華な後輩のゲストを呼んでね、楽しいゲームコーナーやりますんで、1時間半やりますから、ぜひよかったら皆さん来てください。はい、企画の方お願いします。あと1月19、20日にね、漫才劇場で僕劇団作りましてね、はいはい、それのお芝居旗揚げ公演が、うん、ありますんで、はい、ぜひ劇団コケコッコ、うん、だっせお前がつけたろ、つけたタイトル、おかえり、おかえりありますのでね、まあ、このおかえりのに関する話もちょっといろいろあるんで、またおってここで喋るみたいな。あ、ほんまやな、その話もな、もうまずちょっと今はもう足りひんな。そう、まず初っ端マネージャーが大水かまし話から。それはいつ頃喋れるんかな。あれ、まあまあ言うてもええねんけど、もうええもんな。そうそう、ちょっとそれは来週とか覚えてたら、まあ多分忘れてるんで全く関係ない話すると思います。来週以降もし、はい、その話も出ればぜひよろしくお願いします。あと、まあミスターコントが、うん、12日ですか、はい、来週ですね。これまたあのユニットコントのベスト版しますんで、はい、ぜひよかったら皆さん見に来てください、はい、というわけでございまして、今日の夜7時からつぼみのジャングルレディオを、うん、こちらから公開生放送でお送りします。そして明日のオンストはセルライトスパが無事お送りします。よかったよかった、どちらもお楽しみに。この番組はイエスシアターサテライトスタジオからの公開生放送で、プリマダンナ河野とプリマダンナ野村がお送りしました。それではまた来週、さよなら。おーい、いやー、 M1 どうやった見てて。いや、面白かった。トロサモンさんがね、優勝されて、いや、トロさんの優勝かっこよかった。いやー、感動しましたね。ミキめっちゃ言ってたよ。ミキすごい。